はい、皆様こんにちは。連続動画アップチャレンジ第55日目を迎えました。今日はですね、島のプラントに来ております。プラントっていうスーパープラントです。そこでですね、手作り市初の、コロナ後初の開催ということで、お外なので出店させていただきました。本当はですね、マスク着用ということで、私もマスクをしてお送りさせていただきます。今日はこの手作り市の模様を中継させていただきます。来場者様へのマスクの着用、入り口での手の消毒、他のお客さんの距離が保っています。ここがシャンバラのブースです。今日はね、風が強いので結構テントが、他のブースに全部が飛ばされたりして大変でした。見に行けない木陰の影のあるところに並んでおります。ああ、暇だな。もぼちぼちです。割とすることがありません。でもね、風が強いのでね、もうテントが飛ばされそうになるので離れるわけにはいかないのですよ。まあのんびりやってます。あとでちょっとその辺ぐるっと回ってレポートします。ブースが一つ一つちょっと分かれてます。こっちが駐車場です。こっちがプラントというスーパーがあります。どうやってすくうどうやってすくうどうやってすくうこのあれがね、これもバケツとか水のところ浮かれて勝手に返していくの。そうそう、ただ10匹以上返るよ。ほんで、もう3ヶ月もしたら卵を今年の夏卵ですもっとゆっくりね、ここにつけとか貼っても大丈夫。この声強いから、つけとか貼っても。ゆいんが早すぎるわ。あれ、まあ、やばいだもん。おはようございます。マリック、今何撮ってんの？はい、どうぞよかったら見てってください。何やってるんですか？今日は犬猫の譲渡会やってます。この犬たちはどうしたんですか？この犬たちは、はい、捨てられたりとか、はあ、あとはブリーダーが放棄したりとかっていう子たちをレスキューしてきてます。ああ、そうなんですか。はい、
え、何かそういう会をやってらっしゃるんですか？そうです、伊勢市で。え、どういう会？犬猫保護団体で、うん、ライフイズドッグっていう。ライフイズドッグ。ライフイズドッグです。はい、今年で12年目ですね。はい、まだまだ浅いです。年間何匹ぐらいこういうの？年間、ごめんなさい、数えてないです。大体100匹。大体100匹近くは行くんじゃないかなって気はしますね。はい。今日は何匹？今日はもう、場所のことがあったんで9頭かな。今日は9匹かな、うんうん。いつもはもうと言いますよ。あ、そうなんや。はい。常滑さん家で。あとボランティアさんと、そうそうそう、あの預かりボランティアさんの人のとこだったりとか、あと治療が必要でちょっと長期入院の子は動物病院の方にいます。ああ、そうなんです。まだこれでこの動画見て興味持ってくれた人にシェアしてもいいですか？全然大丈夫です。わかりました。ライフイズドッグさんで。そうです、はい、常滑さんでした。はい、ありがとうございます。ベシャメさんです。秋の音。主催者の純太郎さんのところです。純太郎工房さんです。はい、こんにちは。はい、いつもありがとうね。いつもありがとうございます。ありがとう。何を売ってらっしゃるっていうか、 見たら分かりますけど、よく売れるのはこのカッティングボード、うん、このまな板ですね。ちょうどお手頃のサイズ。はい、これ600円で販売してます。これが一番人気です。あとオーダーでやってるんでいろいろできますけど、うん、はい、すごい。これの一輪出しも素敵ですね。一輪出し、大きい一輪出しですね。小さい一輪出し、かわいい。中ぐらいの一輪、うん、かわいいでしょ。すごい。これが小物入れ、こういうね、小物入れ、これそれがポケットティッシュケース、ケース、はい。オーダーでいろいろやってます、ね。どちらでやってるんですか？三重県の志摩市になります。はい、で毎回ここを主催されて。はい、主催してます。あとネットでも販売してるんで。あ、そうなんですか。純太郎工房で検索してもらえれば。またあのリンク載せておきます。はい、よろしくお願いします。ここは何回目なんですか、志摩プラントは？ここはまだ去年の春からですね、始めたばかりなので約1年ですね。1年、はい、1周年で1周年ですね、はい。ただコロナの影響で3月、4月が抜けてますね。はい、僕も紙芝居出させてそうですね、久しぶりの開催で、ね、まあどうなるかと思いましたけど、良かったですね。ああ、まあまあお客さん来ていただいたらよかったね。まだもう振り返さない。そうそう、ね、それだけ願いますわ。本当にもうこのまま消えてってほしいですよね。そうそうそう、もうこのまま終わってほしいね。ねえ、みんなの願いやね、それね。はい、はい、いらっしゃい、どうぞ。ありがとうございました。一輪出しですね。第10章と。ワンチャン食器とかね。これ？それポケットティッシュケース。というわけでですね、アルルカに戻ってまいりました。疲れました。今日はまあお天気は良くて風も爽やかで、雨がパラーっときましたが、まあどうにか持ちこたえて、ね、お客さんもあれから笛吹いてたらたくさん来てくれまして、まあまあ皆さんお買い上げいただきましてありがとうございました。そしてライフウィズドッグの常滑さん、主催の純太郎さん、どうもありがとうございました。
じゃあ心落ち着けてロングブレスで締めたいと思います。皆さんもどうかご一緒にお願いします。じゃあ皆様の心の安寧と平和と愛と自由と勇気と喜びがたくさん降り注ぎますように。ありがとうございました。では、バイバーイ。